厄介なガキどもですね。めんどくさい。水遁系忍術にそのでかい刀、お前は。どうやらやっと思い出していただけたようですね。どこかであったような気も。本当に人の気を魚でするのがお上手ですね。思い出せるまでじっくりいたぶってあげましょう。水分身の術。しまった。水牢の術。リーネジペンデン。これで邪魔者なしでやれますね。頭の方も珍獣レベルのようですね。いざ尋常に。一本目始め。どこかであったような。手強い相手だった。こいつは。これは一体どういうことなんですかね。わからん。おそらくは奴らの。思ったより早く終わってしまいましたよ。終わったか。こちらも着乱ゲだ。所詮は同一体だ。仕方ありません。借りは改めてまた今度返させていただきましょう。